北条流は、軍学の流派の一つ。軍学者、北条市長が創始した。公衆流軍学を体制した、小畑影典の皇帝であった北条市長は、それまでの軍学から、中世における迷信、挫折的要素である軍配や、精神的な教訓、飲酒や道徳などを廃し、合理的な軍学を体系化した。また、市長は、主観用法を表し、 軍学を太平の世における武士の精神修養法とした。市長没後の法上流は市長の養子、福島国高などが継承し、後にこの学頭からは松宮寛山が排出された。諸藩においては、越中富山藩、越後長岡藩などでは、市長の門人である片山良安の学頭が続き、仙台藩、尾張藩、岡山藩、 熊本藩などでも市長を外する門人らによって、流派が受け継がれた。市長の皇帝、山賀祖皇は、北条流軍学に、儒学の要素を加味させ、軍学を武士の修養法とした道特化の流れを加味した。これを山賀流と呼ぶ。北条流においては、主に市長が表した、標法メス官標法、勇官士官用法などが伝書として用いられた。 日本史大辞典2120から1121ページ、日本歴史大辞典3667から668ページ、官庁閉学254ページ、日本史大辞典2121 21ページ、近世日本国防論上官55から58ページ、幕府旗本。旧北条市重心の遠山市出身で、養子縁組後、市長の祖である福島市を名乗り、 市長の業績を手伝い、自身は、法上流軍学をさらに進めたと伝わる。国史大辞典12616ページ、日本歴史大辞典3668ページ、関山は市長の子息である市長の弟子、日本病法史上423から424ページ、国史大辞典第12巻616ページ、日本歴史大辞典第8巻515ページ、 日本史大辞典2121 21ページ、国史大辞典第12巻592ページ、616ページ、ありがとうございます。